皆さんこんにちは、森田ひかるです。イオンカードプレゼンツ森田クラブ始まりました。本日は神田にある焼肉と塩ホルモンのお店サブちゃんにお邪魔しています。このお店は以前小林さんとリサさんがイオンカードさんの CM で前に来たことがあるということで、私も来ることができてすごく嬉しいです。では行きたいと思います。森田クラブ第1回メンバーは私が安心できるこの方たちです。井上アッパー井上里奈です。よろしくお願いします。ビアコガンダパワフルガール竹本結衣です。よろしくお願いします。タムタムです。よろしくお願いします。いやすごく私は初回来てくれて嬉しいですよ。今日はヒカルが MC をやってくれるということで、いや緊張してますよ本当に。緊張してるのが伝わる、ね、じゃあ乾杯しますか。乾杯する、はい、よし、今日も一日お願いします。もう何言ってんだよ。したことないから。乾杯。乾杯。おいしい。しみる。何がするかな。あ、なんかちょっと見えたよ。見えたよ。でも花が好きな赤みもありそうよ。赤かった。赤い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 。ありがとうございます。おいしそう。あ、美味しそう。赤みあるよって言ったけど気持ち悪い。気持ち悪い。赤いなと思った。気持ち悪い。あ、うまい。これも。最近キムチ生活始めたところ、言ったかな。めっちゃ嬉しい。どういうことなの？キムチ生活って。キムチっていいらしいよ。え、キムチ食べたことない。初キムチ。キムチ。でも辛いのそんなに得意じゃないよ。ちょっと苦手。ちょっとずつやな。ちょっとひーちゃんも。ちょっと見たい。みんなで食べようよ。みんなで食べよう。いただきます。いただきます。コリコリ。うん、あんまり辛くない。うん、絶対そうなの。いや、美味しい。めっちゃシャキシャキしとる。うん、うん、美味しい。うん、美味しい。美味しい。飲めてる。いや、美味しい。美味しい。あ、すごい。来たよ。次に、うちの名物の春菊爆弾というもの。春菊爆弾。はい。生の春菊を塩とライムで味付けしたものです。へぇー。春菊？春菊爆弾。なんで爆弾なんですか？爆弾のように見せたいから。見せたいから。わ、すごい。名物だもんね。そう、名物ここの。いただきます。わわわ。いただきます。美味しい。今日はですね、なんかいるよ。こちらにね、トークテーマが書かれたカードがこんなにたくさんあるんですよ。なのでこれを引いてね、こう時間の許す限りみんなで食べながらお話しようかなと思います。そう、さすが森田クラブ。これが森田クラブ、これが森田クラブ名物やから初回ですけど。じゃあ井上に行ってもらおうかな。最初聞きいいから。いいな、聞きがいいから。大事だよ。大事よ。これにしようかな。どうぞ。これ、はい、じゃじゃん。はい、あら、森田に初めて会った時の第一印象は、でもね、覚えてる。まだ配属が決まってなくて、なんていうの、練習期間みたいな時あったじゃん。その時に順番で一人一人自己紹介をするっていうのがあったんだけど、あの、私が間違えてルンルンの順番抜かしちゃったのね。それでやってしまったってめっちゃ焦って、すいません、さっき本当にすいませんって言ったら、あ、全然大丈夫ですよ。クールね。そう、クールな印象だったから。ママはいつが初めてかな。覚えてるよ。覚えてる。逆に逆に。あの、なんかホテルに行くときに、練習がレッスンが終わってホテルに行くときに、みんなでねキャリーケース引きながら、なんかすごいほのちゃんが話しかけてくれて、私と同姓同名の知り合いがいるっていう。全く同じ名前の知り合いがいて。
いや、今それ思い出した。思い出した、うん、さっきに牛タンです。あ、なんか光ってる。何光ってんの？ギラギラしてる、ギラギラしてる。ほのあれ、割とレア。あ、こっちめっちゃ送ってる。割とレアが好き。いただきます。いただきます。やばい。噛み締めてる。うん、おいしい。トムちゃんがもうな。もう眠たくなっちゃう。ご飯食べたら眠たくなっちゃう。赤ちゃん。次に。うわあ！ジョーやで、ジョー、ジョー。ジョー。そこなの。え、ほんまに美味しそう。ね。炊き上がったらわさびで召し上がりください。はい。東京違う女。違う女。さすが東京やな。さすが東京やな。いいの？いただきます。美味しい。柔らかい。柔らかい。美味しい？うん。もう美味しい。なんかもうこれはほんまにもう東京やから。関係あるのそれ？これは東京やね、ゆいちゃん。な、知ったわ東京を。東京すごいわほんまに。皆さんカード引きますか？うん、引きたい。見てください。やば。はい、どうぞ。引きます。あ、嬉しい、これ年度やってんの。いや、初回やから。まだ2回目。はい、行きます。はい。この際だから森田がメンバーに物申す。おお、なんだ。怖い。何言われるの？なんかドキドキするな。なんだろう。あ、竹本が分かるよ。何したっけ？番組をさ、やらせていただいてるやん。はい。そういう番組のアンケートの時にすごくあのなんかね。なんだろう、プライベートな動画を出すの。おー、なんか違うんだよ。一緒に動物園に行った動画とかをすごい毎回出すの。違うんだよ。確かに出してるイメージある。そう、出してるの。でも面白いのよ、あれ。違うんだよ。やっぱ光るってやっぱそういう番組だとなんかゆいらといる時とは違う光るになってしまうの。やっぱり今もそうやねんけどな。そうね、なんかやっぱもっとさ、ほんまお茶目でさ、いろんなふざけたりとかするから、なんかそういう一面をやっぱりスタッフさんたちがどうしてもその叱るの一面を見たいっていう要望をすごくこうみんなも多分あると思うけど、もう何でもいいんで引っ張り出してきてくださいって言われる。そこで動物にテンション上がってる光るとかがやっぱり明日の光るかなって、ファンの方に見てほしい光るやなと思いながら。すいません、いつも。自分以外の推しメンは誰？推しメン？あ、はいはいはい。大野ばっかり。大野ちゃん。めっちゃハマってるもんな。大野ちゃん面白い。面白い。なんか今まで出会った中で面白いって感じた人とまた違う面白さ。でも最初のさ自己紹介でさ、自分の性格をウサギとパクチーなんか言っててなんかすごくなんかまた個性豊かな子が入ってくるんだなと思ってたら、なんかブログとかもなんかすごい工夫しててとかすごい可愛いなって思っていつも見てるかな。パクチー、確かにびっくりしたよな、うさぎとパクチー。パクチーにさ自分を例えることってさ見たことない。見たことない。もう一番前になったような2期生。パクチーやって。私はなんか最近すごいリカさんがすごいめっちゃ見てて面白い。面白いよな。めっちゃ面白い。休憩中とかにあのリサさんとなんかふざけてる時があって、なんかそれがめっちゃ面白かった。リサさんすごい面白い。面白い。なんか行きましょう。そうだね。タケケ。はい。タケケってさ、久しぶりに聞いた。一個これ言ってもいいかな。これタケケってな、ほのちゃんとヒカルほんまに物申したんやけど。なんか二人ともなずっとタケケって呼ぶなって
ゆいに言ってくる。今日からタケケって呼ぶな、今日からタケケって呼ぶなって言った次の日にはもう絶対呼んでへんねんか。でまた何日か後かに思い出したかの、ね、今みたいな感じで自然な感じで、あ、タケケ忘れてたやん何日もみたいな。久々に、うん、あ、タケケやった、そう聞いたわ思い出したやろ今呼んでる、呼んでるとこ見たことない来るまで今日から呼ぶから明日にはもう今から呼ぶ、今日から呼ぶ違うでしょでタケケ引きます、どうぞタケケ、いくよ、はい、うん、はい、この際だからメンバーが森田さんを直す、逆や物申しちゃった、言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった、しかもほのちゃんにまで言っちゃった、じゃあ物申す、うん、朝早起きできるようにしたらいいね顔が隠れてる、隠してる、その件は、その件は申し訳ないです全然それで言ったら寝る時も心配してる、あ、明日って、え、なんかルンルンさ気絶して寝るっていう時あるやん、それがもう不思議よ、そうそう、集中力が続く日はもうめちゃめちゃ集中できて、うん、その日はもう最高みたいな、今日は充実、うんうん、最高でした、その日知りたいわ、そう、今日やばいみたいな日教えてなんかそういう日はもっとね、なんか神経使ってて、うん、なんかもう帰ったらもうシュルルルルっていっちゃう、記憶がないってこと、寝た記憶が、あ、ないないない、廊下で寝たって言ってなかったっけ、廊下で寝たりする、すごい、ほんまに、うん、絶対考えられないと寝ない、廊下で寝たことないの、ないよ、ないよ色が違う、ドン、イオンカード CM は見た、見ました、もちろん、もちろん、どうだった、海の砂浜を走ってるところの表情がこうすがすがしく前向きな綺麗な顔をしてて、すごくグッときました、あれすっごい裏話あるよな、あるね走る先生が来てくれて、そう走る、みんなさそんな普通に走ればできるやんと思うやん、でもなんかできひんの難しくて、1,2,3 で飛ぶの、飛んでたね、でそれがなんか意外と難しくて、いやなんか分からへんやってきたってみんなが、そう言いながらな、みんな個人そうそうそう、めっちゃ爽快な走りやったけど、爽快に見えたよな、あれはな苦労したな、なかなか難しい、海はねすごい綺麗でね、ということでごちそうさまでした、ごちそうさまでした、いやみんな料理はどうでしたか、めっちゃ美味しかった、最高、いや久しぶりにみんなとこうやってご飯食べながらお話ししたから、なんかすごい楽しかったです、楽しかったね、なんか私たち、私たちですか、どれ私たちで皆さんのうちの誰かに払ってもらいます、えっ、キン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 キ、話し合いで決めてください、話し合い、話し合い、これは大会議になるよ、ね、2時間ぐらいかかる、2時間かかるかもしれない、1つ言わせてもらうと、森田クラブじゃないですか、そうですよね、うん、今日って森田クラブです、森田クラブですよね、え、でもやっぱり最年長いらっしゃいますから、ね、確かにね、いやそんな変わんないじゃないですか、年齢すごい無視上手だよ、そう、すごくないさすごい、ほんとすごい、仕方ないなおこれはじゃあいいですか、いいですか、はい、ごちそうさまです、ごちそうさまです、さすが、あ、来ました、来ましたよ、お、唇を噛んで噛み締めましたね、唇を噛んでますね、あ、デジャーさんから、デジャーさんから財布が来たんだけど、これは逃げられないですね、逃げられない、やっぱりここは何、カード、え、カード、イオンカード、さすが、ありがとうございます、モテる年齢になったそうだよ、嬉しい、18歳から持てるからね、うん、ありがとう、いや森田クラブ最高ですね、最高ですね、第2弾、あ、領収書に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、領収書にね、森田光って書いてある、森田光って光様、はい、では私は次のメンバーが待つお店に行きたいと思います、おー、何がするの、ね、いいな、次のメンバーなかなからしい、お、
なんで知ってんの噂によるとちょっとね、そこも皆さん楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。イオンカードではいろいろなキャンペーンをやっています。詳しくはイオンカードで検索してください。